岩塚製菓株式会社は、新潟県長岡市に本社を置く米価の製造企業。中国の大手食品会社である中国左官、左官との関係が深い。創業者の言葉に、農産物の加工品は原料より良いものはできない。があり、国産米100%仕様にこだわっている。戦後間もない1947年、新潟県三島郡、岩塚村に、 岩塚農産加工場として創業された。創業当時は水飴、澱粉、カラメル等を製造していた。1959年に最初の米菓円月焼きの製造販売を開始する。1983年の中国左官、左官との提携を契機に海外進出が加速する。2019年度の売上高は亀田製菓、三行製菓に次ぎ、 米価業界、第3位。主な取引先は、丸紅、三菱食品、高山。国産米100%の米価の PR のために、日本米米価売り場を全国で展開している。1983年に創業者の一人である、牧恵作が、米価製造の技術指導をした経緯から、中華人民共和国の食品会社中国左官 左官の5%の株を持つ大株主である。所有する中国左官、左官株の対借対象表計上額は2020年3月末、現在480億円を超え、岩塚製菓自身の株式時価総額の倍以上に、上る。また、2019年度の中国左官、左官からの受け取り配当金は22億4800万円と、営業利益をはるかに超え、 経常利益の大部分を占める。純資産額は、左官左官の株価の影響を受けるため、年度ごとに大きく変動する。1990年頃から、技能実習生として、中国左官左官の従業員を受け入れている。岩塚製菓はさらに、中国左官左官の兄弟会社である神左官、空港有限講師の株も5%保有している。左官左官グループは、 食品加工のほか多岐にわたる事業を中国本土及び台湾で行っているが、神佐官、空港有限講師は農業、不動産、外食産業、ホテル、医療、マスメディアなど食品加工以外の事業を担当している。こちらは未上場である。岩塚製菓と中国佐官佐官は合弁で佐官佐官、ジャパン株式会社を設立し、 中国で生産された菓子の輸入販売を行っている。また、サカンサカン、上海本部には、牧恵作元社長の銅像が置かれており、サカンサカンの父とされている。せんべいというとパリッと硬いイメージがするが、岩塚製菓は、比較的柔らかいソフトな食感を持つ商品に強い。公式ウェブサイトでは、スッと溶けるような口どけ、サクッとした食感と表現されている。 原料にこだわりがあり、米価大手の中で全商品に国産米を100%使用している企業は岩塚製菓、餅吉、丸びこ製菓の3社だけである。個包装のせんべいを販売した先駆けでもある。環境省が推進するプラスチックスマートキャンペーンに参加しており、2020年9月にはプラスチック等の包み材を約3割削減した商品を発売した。 北海道支店、東北支店、新越支店、東京東支店、東京西支店、広域第一支店、広域第二支店、中部支店、関西支店、中四国支店、九州支店北海道営業所、盛岡営業所、仙台営業所、新潟営業所、松本営業所、東京東第一営業所、東京東第二営業所、千葉営業所、東京西第一営業所、 東京西第二営業所、横浜営業所、名古屋第一営業所、名古屋第二営業所、金沢営業所、大阪第一営業所、大阪第二営業所、中四国第一営業所、中四国第二営業所、福岡営業所。ありがとうございます。